目前ライブということで、リュウリュウさん1周年記念おめでとうございます。おめでとうございます。それではまず最初に聴いていただくのは、小さい子から大人まで大人気、ちびまる子ちゃんの主題歌、踊るポンポコリンと、私たち IMZ が大好きな e-girls さんのホラミーです。2曲続けてご覧ください。どうぞ。呼んでいただきありがとうございます。そして
こんなたくさんのお客さんが来てくれてとっても嬉しいです。それでは自己紹介をします。メンバーの顔と名前を覚えていってください。まずはノア。はい、中学1年生13歳、ダンスとおしゃれが大好きなノアです。先週もこのステージにで踊ったんですけど、来てくださった方はおられますか？はい。ありがとうございます。今日も盛り上がりましょう。イエーイ。次はエラ。はい、射水市大好き水っ子、元気いっぱいきっときとなヤヤです。さっきリアとリュウリュウの店見てきたんですけど、手作りクッキーとかジェラートとかあったんですけど、とっても美味しそうでした。皆さんもライブ後ぜひお店覗いていってはいかがですか？次はアリサ。はい、ひまわりが大好きな小学4年生のアリサです。今日は花桃さんとのコラボをとっても楽しみにしていました。今日もひまわりのように明るく元気いっぱい頑張ります。次はメイ。はい、ちょっとおバカのおてんば娘、小学6年生のメイです。今日はこんなにたくさんのお客さんが来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。ありがとうございます。次はリオ。はい、スポーツとダンスが大好き、小学4年生のリオです。今日は憧れていたダンスを初めて踊れるので、とってもとっても嬉しいです。今日も笑顔いっぱい頑張ります。次はアイ。はい、おしゃべり大好き、いつも明るく元気いっぱいな小学6年生のアイです。もうすぐ北陸新幹線開通しますね。私は今度北陸新幹線に乗るのでとっても楽しみです。今日も笑顔いっぱい頑張ります。次はミユ。はい、つながチャームポイント、いつも笑顔で元気いっぱい、小学6年生のミユです。 I'm Z のこと知っているよっていう人。はい、ありがとうございます。I'm Z を知らない方は顔と名前だけでも覚えていてください。次はフーア。はい、ガチャンマークが大好きな小学6年生のフーアです。今日はこの後には花桃さんとのコラボステージもあるので、皆さんぜひ最後まで楽しんでいってください。次はリア。はい、ダンス大好き、 I'm Z リーダーのリアです。今日はリュウリュウ1周年目前ライブということで、花桃さんとコラボができてとっても嬉しいです。それでは早速次の曲の紹介に行きたいと思います。じゃあその前に つこう今から歌う歌は射水市出身シンガーソングライター水越ゆかさんの曲愛の風です。歌詞の中には富山弁がたくさん入っていて可愛いので、ぜひ皆さん注目して聴いてください。それでは愛の風スタート。Yeah.
で、2期生はとってもとっても憧れていました。なので踊れることがとっても嬉しいです。それでは2期生の I am the best も楽しんでください。どうぞ。曲はレッツ万葉線です。万葉線は射水市と高岡市を結んでいる電車で、歌詞の中にも入っているようにかわいい猫電車などがあります。皆さん乗ったことがありますか？はい、はい、乗ったことがない人はぜひ乗ってみてください。それではレッツ万葉線レッツスタート。
ハイタッチした、ハイタッチ。次の曲は I'm Z のオリジナルダンスです。また入るのありがとうございます。毎度大きいんです。私たちのキレのあるダンスをどうぞご覧ください。オリジナルダンススタート。どんどん盛り上がってきたんですが、次で最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。最後の曲は IMZ 初のオリジナル曲 IMZ イズムです。皆さんどんどん盛り上がっていきましょう。イエーイ。それでは聴いてください。 IMZ イズム。
ください。